さて問題です。このバイクは何でしょう。またね、この特徴的なスイングアーム。そして、あ、ちょっとね、これ車外だと思う、パワーパーツじゃないかと思うんですけど、オレンジ色のね、オレンジ色の憎いやつですよ。ね、オレンジ色の憎いやつって言ったら、昔はね、今はもうあるんですか、わかんないですけど、勇敢なんとかってありましたよね。勇敢。ね、バイクの世界でオレンジ色といえば、KTM でございます。はい。KTM。ね、皆さん、KTM にどういうイメージがありますか？で、なんでこういう、今これやってるかってね、まずこれですね、これが入れられなかった、これが入れられなかったってことで入ってないんですけど、これを入れてね、組むんですけど、組めるのかな？ちょっとね、押してこられたんですけど、で、チェーンがちょうどいいチェーンだったらよかったんですよね。多分スプロケットのサイズが変わったからなんです。それともチェーンが、なんかチェーンを切るもんがないっていうことで、で、チェーンをつけてほしいと。チェーンは別にね、持ってこられたんですけど。あと、この、スプロケットを交換してあるんですけど、されたんですね、これね。スプロケット交換されたんですよ。うん、あ、はいはい。してありますね。オレンジ色のやつにね。うん、で、なんかこれが入れられなかった。ということで、はい。それでちょっとうちが今、やらせていただいているわけでございます。はい、チェーンは EK チェーン、私この間あれに入れたのと同じタイプですかね、 SRX2 だから一緒ですね、ハスクバーンに入れたのと同じタイプの、これはただの鉄のタイプですね、メッキがかかってないタイプのやつでございます。はい、それで、まあ、ここにこれ入れるんですよね。そのまま入れてもあれですから、ちょっとグリス塗りましょう。シリコングリスを塗ってオイルシールのところに、どうなんですかね、この状態から預かってるんで、シャフトは入ってましたか。ああ、ベアリングはね、もう真ん中に殻が入ってるじゃないですか、それが押されちゃってますね。なんで若干重い感じがしますけど、でこれで入んなかったって言うんでしょ、入らない、入らなかった、入りますよ。後から入れられないですけどね。もちろん、セットしてからこうやんなきゃいけないですね。そして、これ入れますよね。グリス塗りますか。一応ね、うちとしてはね、そして、やらせていただくということでね。どういう状態になってるのかちょっと最初分かんなかったんですけど、なんかね、メールでちょっとお話を伺った時には、はい、まあ、大体分かりましたね。はい、難しいこともある、工具がないとできないこともある、いろんなことがある。そうか、ね、で自分でいろいろやるっていうのは楽しいじゃないですか、ね、でチェーンを、はい、新しいチェーンをつけるので、これ以上いかないですね。え、これね、ここまでね、これこっち側がいかないよな、ちゃんとはまってないの、ね、ね、そしたら、ちょっとブレーキがパッドを外しちゃったので、なんかこのピンに R ピンが1個入ってなくて、でそれを入れてほしいってことだと、すごい硬かったんですよ、抜けなくて全然。それで向きが若干だから入ってなかったんで、 R ピン入らなかったんですよ、ぶつかってね、うん、でそれをちょっと回そうと思ったら硬くて回んないんですよ。なんでちょっと外したんですけど、あ、大丈夫だ、あれ、じゃあさっきはなんであんな硬かったの、ゆるゆる、あれおかしい、さっきすごい硬かったんですよ、叩かなきゃ脱げなかったんですから、分かんない、まあ、とりあえず抜けたから、はい、これね、バイブレってなんだよと思いますよね。
それちゃんとついてない状態でなんかこう不安になる部分が多々ありますが、そしてここもちょっとグリスを薄く塗って、入れましょう。なんで硬かったのかわからないけど、これでいいのかな。バイブレム、大丈夫ですね。であとはちょっとここでねチェーンを入れて長さをちょっと合わせると、チェーンはこの中に入ってますかね。確かこの辺の中からなんか出されたような気がするんですけど、でもねバッグがで、これがチェーンですか。そしてよし、そしたらチェーンをつけて、アングルが良くないですね。こちら側のチェーンが見えないですもんね。反対側ですからね。DK チェーン、 DK チェーンはプレートにね、あの穴が肉抜きが入ってますよね。さあそしたらですねいかがですか、アングル的に。これ外さなきゃダメですね。チェーン外しちゃってありますからね。チェーン外してあるんで、まずとりあえずスプロケットカバー外さないとチェーンが貼れないじゃないですか、美容師さん。で、これなんでここでこんな大きいの止まってるんですかね。そんなに別に強くはさすがにね、意味がよくわからない。いいですね。14。でもフロントも結構減ってるのか減ってないのか分かんない。フロントはね、こういうガタがあるんですよね。そういうもんなんですよね。汚いですね。掃除したいですよね。そのままくっつけるっていうパターンでどうしてもねチェーンは汚くなりますよね。流して、チェーンスライダーもね汚いですね。ちょっと簡単ですけどね、あんまもうピカピカにはちょっと汚いな。せっかく新しいチェーンつけるのにね、あんま汚いと。さあそしたらばチェーンをかけていきますよ。こっちからいけますか。ちょっとイレギュラーかな。逆、通常逆なんですけど。チェーンがね長すぎた。長いって言ってましたね。
硬っ、なんでこれこんな硬いの。え、ちょっとここのリンクがすごい硬い。なんかすごく一箇所すごく硬いところが、金、あの、いわゆる金庫っていうんですか、ができてるところがあります。まあ、動かないですよ。どこだろう。ここか。ここのリンクが動かない。チェーンカッターね。まずはチェーンをカットするね。ちょうどいい長さの購入していればね、そのままつなぐところに行けるんですけど、まあ、もちろん長め買って、まあ、切ればね済むことなのでいいんですけど、そしたらですね、外すときはね、ディスクグラインダーみたいなの切っちゃったらしいんですよ。確かに切れますよねただ入れるのがっていうか、つなぐのがちょっとね、チェーンつなぐための工具を持ってないといけないので、もし自分でやろうという方はですね、購入いただくという感じになるんですよね。これですね、このリンク2つを取る。あんまりギリギリだとちょっと厄介なんですよね。膝が痛くなる。狭い。さあ、したらですね、チェーンをカットしていきます。何回ですかね。最近なんかEK とかでこうかしめるんですけど、最後こうパチッとねじ切っちゃうやつありますよね。ジョイントは簡単ってことですよね。いわゆる工具持ってなくても使え、つけられるっていう、長ささえちゃんと合ってれば、そういったのがなんかあったような気がしますよね。いろいろあの手この手と、これクリップタイプなんですけど、これ圧入ですよね。圧入のクリップタイプなので、プレートっていう、ジョイントですね。ジョイントにまずオーリングをこうセットして、それからですよね。でも金庫になってたからな、そこで切らないと。あれ入らない、ギリギリ入るか。方法があったか。賢くやんなきゃなこの辺で一生懸命やったら入るわけないですよね入るわけないのにダメかと思っちゃいましたきっちきちだけど、何気に大変。
で、デュークの場合はリンク式ではありませんので、先に片付けてよかった。チェーン、まずチェーンカッターを片付けてからですね。リンク式ですと、ここのところでこうちょっと荷重かかってない状態でもこれで大体調整で OK なんですよ。こう縮めてもスイングアームが動いてもチェーンそんな張らないんですよね。あのリンクで動いてる。ただこれ直でついてるんで、動いた分全部伸びるので、調整をちょっとしなきゃいけないと。荷重をこう、サスペンションがこう縮んだ状態で遊びがないと確かまずいっていう、そんな感じですよ。最近のリンク式のはそんなあれでもないですよね。スイングアームはちょっとしか動いてなくても、サスペンション側は何ていうんですか、なんかねちょっと違うんですよね。どれぐらい調整していい、少し行きますもんね。少し戻しますか。ほとんど調整して調整幅がないじゃないですか、ね、もっといくもんな。あとどれくらいか、ちょびっとか、まあ、こんなもんでしょう。これ以上はあんまりもう少しってやってもいいかな。この辺にしておきましょう。さあ、取る口はどれぐらいなんですかね。取る口どれぐらいだかこれはあれですね、うん、太さと、もう初めから緩んでたんで、できないもん。大丈夫ですね。荷重かけて少し遊びがあれば目一杯ね、ここまで行くんで。そしたら、あとはチェーンカバーをつけるんですが、これも汚いんでちょっと掃除ですね。
ね、きれいにして、そしてほとんど使ってない、ギリギリちょっとだけ、はい、そんな感じになっちゃうんですよね。チェーン自体がねギリギリなんで。これやっぱスプロケのサイズがちょっと違う、大きい小さいのかちょっと分かんないですけど、なんかねノーマルとちょっと違うんだと思うんですけど。さあそしたら、まあ、やったやった、チェーンにオイルを塗りますか。あ、違う、これじゃない。閉めてあるところはね、単純。またか。いいみたい。こういうものみたい。こういうものですかね。さあ、この文字で終了でよろしいですか。戻してバッグをシート戻してですね、はい、そんな感じで KTM 219チェーンですね、はい、こちらやらせていただきました。そしてブレーキの、まあ、ここですね、これね、カラーを入れて、あとブレーキのピンですね、ピンの R ピンが外れてたんで、なんか向きがね、なぜか、はい、ちょっとおかしかったんで、はい、こうやって動かないんですよね、うん、動かなかったですね、はい、やらせていただきました。はい、こんな感じで、はい、まあ言っていただければ、途中までやったけどできなかったっていう、でも場合によってはちょっとこれはっていう場合もありえますけど、はい、うん、これは、はい、普通にやることができましたので、はい、まあよろしければですね、ご依頼いただけますと幸いでございます。はい、なので今回は KTM200 デュークですかね、200デュークの、チェーン取り付け、カットね、取り付け調整、あとちょっとホイールのところのカラー、それの取り付けをさせていただきました。なのでご視聴ありがとうございました。失礼します。